はいはいはい。やだ、皆さん皆さん皆さんどこですか。皆さん見つけましたね。イエーイ。集まってくださーい。そうやね、こうスパークリングサイダーを持ってこうみんなで乾杯したいなって思うんですよ。みんなみんなみんな、そうそう、こっち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 来て、こっち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 、でみんなどこに行ったのでしょうか。あ、あぎゅうさん来た。やっほー。あ、たくんさん来た。あれ、なにさんどこ行った。橋に集合してください。みんなのためにね、スパークリングサイダーをご用意させていただきました。はい、みんなで乾杯しようじゃないですか。みんなもらってください。はいはい。どうぞ。なあ、なぎさん来た。なぎさんもどうぞ。あ、あきらさん、ちょい足どけた、足どけていただいて、よしよし、どうもどうも。みんな A ボタン押すとね、こう乾杯ってなるんですよ。知ってます？昔のね、芸人さんでね、ルネッサンスっていう人がいたんですよ。ワイングラスを持った人が、まあ、なんかそんな感じのねリアクションになってます。あれ、みんなで乾杯しましょう。役場に行って乾杯って写真撮りましょう。来て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 。あー、いいなー、花火見たいなー。すごい、実際にも花火見たいなと思っちゃいました。めっちゃ綺麗。ちょっとなんかこの感じ、ディズニーのお城感ありますよね。後ろからこうね、花火が上がってみたいな、風船があってみたいな。まあそんなね、そういうことはさておき、みんなでこう乾杯したいなと思うわけですよ。はい、みんな来てますか。あー、しゃべりたくないわけでもないんだけどね、今ちょっと乾杯したいから、ちょっとどいてほしいな。ごめんね。あ、いい感じいい感じ、乾杯。あ、キュウさん乾杯、ありがとうございます。たくんさん、ああ、たくさん、すごい、あの、風船にかぶっちゃってますね。こっち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 。あ、いい感じ。あ、なんかいいですね、これ。なんかみんなでね、4人囲って、乾杯、本当に合わせてるみたいな。これわかります？こうみんなでね、こうタイミングを合って写真を撮りたいんですよ。で、多分、みんなも同じこと考えているのか、こうタイミングをすごいこう見計らってるんですよね、今みんな。一回止まって、よいしょ、なあ、ちょっとずれた、みたいなね。やばーい。こう全員が会ったらね、すごいかわいい写真になるんですけどね。なかなかまあ、難しい。これちょっと A ボタンを押して1、2秒後にカパイってなるんで。いやー、いいですね。すごいかわいい。はい、最高。バシャバシャめちゃめちゃ写真撮ってます。
はい、今年はまあいろいろとありましたので、あまりこうバーってね集まったりできないとできなかったと思うんですけど、皆さんどんな年越しでしたか？お家過ごされた方多分多いと思うんですけど、ね、どういうな感じで過ごされたのでしょうか。気になりますけどね。乾杯ってしようとしたらこうやってね喋ってしまうんですけど、はい、みんなで乾杯しますよ。せーの、乾杯。お、3人が一緒になりました。あやしゃさん、楽しかったです。ありがとうございます。私もすごい楽しかったです。でもう帰っちゃうのかな。あ、置けない。こうプレゼントしたいんだけど、礼してくれてありがとうございます。私もすごい楽しかったです。ね、こう帰りますってたまにこう言ってくださるんですけど、その前にちょっとその時ねバタバタしちゃったらあれなので、プレゼントを用意したのでね、ちょっとみんなに言おうかな。みんな乾杯してる。かわいい。甘い。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。たくさんも帰っちゃうのかな。これはもうちょっとみんなにもう渡しとこう。ちょっと待ってね、みんな。ささやかなね、ささやかなプレゼントです。はい、私からの投資玉です。受け取れはいはい、みんなね、どうぞどうぞ。今度5個もうちょっと用意したらよかったかな。ごめんね。でね、やっぱ楽しさプラスお年玉もあるっていうことで、ね、いいんじゃないでしょうか。あ、キューさんももらってくださいね。あ、ナイルさんありがとうございます。いえいえ、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。もらってってください。はい、ね、これはもうお年玉です。はい、あつ森だとやっぱこうして集まれるのってすごいいいですよね。つくづく思います。なんか、まあ、今でも集まろうと思えば集まれるのかもしれないですけど、やっぱ心のどこかで、ああちょっとディスタンスしとかななとかやっぱあっちゃうのでね、集まりだとこうもうひっついてもこうしても何もないのでねいいなって改めてなんか思いましたね。あと一つ写真撮りたいんですよ、場所があるんですけど、皆さんお時間大丈夫ですかね。いいですか。うんうん、パチパチ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。やっぱみんな来てくれるんですね。嬉しいな、優しいな、嬉しいな。はい、こちらはなんとなんとの皆さんご存知かと思うんですけど、ポッドキャストのこたつ部屋です。で、実はいつもここに
ね、こうマイクとこうマグカップとか置いてね、こうゆったりくつろげるスペースを作ってるんですけど、今回はもうお正月ということで、まあ、年越しイベントということで、はい、年越しそばをご用意しました。はい、拍手。はい、皆さん座ってください。そしてね、ちょうど3名様でちょっと奇跡的に良かった。テーブルに3つしか置けないんで、3つ、4つ置けるのかな。いや、でもなんか3つだった気がする、わかんないけどね。でみんなで写真撮りたいなって思うんですけど、私の立ち位置どこかな。ここでいいか。うん、よし。え、みんな座っててね、座っててね、みんな座ってね。座布団、お座布団の上でね。はい、あー、いい感じ、すごいいい感じ。皆さんお気づきでしょうか、こう畳が豆の柄になってます。これ細部までこだわってる、やっぱりリロらしいですね。はい、ただの畳ではございません。あー、かわいい。秋吉さん、なんかリアクションして。写真撮ってる、写真撮ってる。わー、いいですね、いいですね。あ、めちゃめちゃいい家、すごいいい、素敵。どの角度で撮ろうか悩んじゃう。あー、たくんさんもすごいニコニコしてる、かわいい。あきよしさんもふわふわしてる、ありがとうございます。写真をねパシャパシャ撮らせていただきます。イエーイ。いや、かわいいかわいい、よいしょよいしょ。こうね、なんか A ボタンを押したらこうみたいな感じでこうすすれたらすごいいいんですよね。なかなかそこまではまあまああれなんですけど。うわ、ほわ、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい、撮りたい写真が撮れました。イエーイってやってくれてる、多分すごいね、楽しんでくれてると思ってます私は。はい、ありがとうございます。後ろに映る花火もいいですよね、すごい綺麗。結構こう竹の今回の家具がライトみたいなのが結構少なくて、まあ、キャンドルはあるんですけど、まあね、そこまで明るくないので夜どうしたものかって思ったんですけど、やっぱ花火がありました。めちゃめちゃ明るかった、よかった、ありがとうございます、本当にありがとうございます。とりあえずね、こう、わーってね、やってるんですけど、皆さんどうしたものか。私はね、もう帰るのかなって思ってたんですけど、まだいてくれるのかな、これは。ね、この写真とかはまたいい、間違えた。ツイッターにアップしたいと思います。チェックお願いします。そして、フォローもお願いします。ね、いいね、リツイートとかも待ってますよ。東海ビス行くんですか、秋吉さん。あ、そうですね、毎年行ってるんですけど、そうなんですよ。まあね、これはね、こうリロコーヒーになっちゃうんですけど、まあ、悩んでます。そうなんですよ、まあ、リロの全員でリロコーヒー、リロインベベ、まあ、リロキーサー、リロファクトリー、まあ、みんなスタッフまとめてリロファミリーなんですけど、リロファミリーでいつもこう東海ビスに行くんですよ。私露店ないらしいですね。そうなんです。そう、毎年こう行き品にこう出店とかをみんなで回って食べて、こうアイワイワイしながら東海恵比寿のところまで行って、でみんなでこう避難して帰りして、つらたん人が集まる。そうなんです、つらたんです。そうなんです。で、まあ、帰りはお金を使っちゃいけないっていうのがあるので、もうそのまままっすぐ帰るんですよ。みんな行き品にいっぱい食べたりいっぱい遊んだりするので、
そのねイベントをねいつも東海恵比寿の時みんなで行くんですけど、今回はねやっぱこういう状況もあるのでちょっとまだわかんないです。はい、まだお時間ある方、ちょっと写真もちょっと撮りたいんですよね。来てくれたら嬉しいな。あ、来てくれるな、これ。シャーイエーイ、来い来い。あ、でもね、東海ビスはやっぱりこう、リノインベベはもう10年かなしてるのかな。だからやっぱり、こう、行ける方は行くと思います。リノもお正月仕様なので、そうなんです。ちょっと、竹とね、鏡餅とね、で奥にね、こう右奥にね、ちょっとキャンドルがあるんですけど、竹のキャンドル。竹のキャンドルもうちょっと集めていろんなとこに置ったらよかったかな。いやでもな、花火で結構明るいから、まあまあいいか。個人的こう火がねすごい好きだなっていう感じだけなんですよ。ここでも写真撮っちゃいますか。スティックライトもあるしね、すごいみんないい表情が撮れるのではないかと思うんですけど、あれですね、これ4人並べないな。あ、そう、気づいた、秋吉さんもう速攻座ってくださってる、さすが。もうそれに気づいた凪沙さんもね、座ってくれて、あ、なるほど、こう前に座ると映らないっていうので、そこに立ってくださってるんですね。たっくんさんもお気遣いが素晴らしい、ありがとうございます。あー、でもね、凪沙さんが鏡餅でかぶっちゃうからどうやって撮ろうかな、悩む。あー、みんないい感じですか。そこのポジションすごい、ありがとうございます。みんなよくわかってる、こう写真の場所を。はい、ありがとうございます。みんなも撮れてるかな。お、ありがとうございます。やっほーやっほー、イエイイエイ。イエイ。しばしこの写真にお付き合いくださいませ。
ありがとうございます。はい、ちょっとね、みんな部屋には入ってないと思うので、お正月のね、理論のちょっと片付けも変わってるので見ていこうかなと思います。この流れだとこうみんなついてきてくれるかなっていう。